子さんたちと七五三のお写真。一歳。いやもう本当常識がないですよね。私はね。普通は孫でしょってよく言われて、いや、子供たちを散歩連れてった時なんかよく知らない方にね、まあ、声かけないで、あ、かわいいお孫さんですねとか言われて、すいません娘ですとか、あ、失礼しましたとか、そういうのはよくあります。いやいや、でも普通、まあ、我々には希望ですよ。そうだよ、もちろんですよ。あんまり希望かどうかわからないです。いやいや、まだまだ頑張ると思いますよ、実際は言うとね。そして、お気づきの方も多いと思います。岸田純一さん、もちろん裸足でいらっしゃいますね。いやいや、すいません、本当に。いやいや。